っていうわけで、じゃあモルボルもやっつけましたしね、ボス猿として猿たちに認めてもらえたみたいですし、ここからちょっと歩いてブドウ農園の方まで帰りましょうかね。道こっちで合ってるんだっけ。あ、やっと森を抜けられましたね。ワイングラ、前はここで暴れ回ってワイングラの母に攻撃されたりもしたな。ワイングラの母もやっぱりクリスタルベアラーなんやろうか。口からワインとか火炎放射とかいろいろ入ってたもんな、あの人。恐ろしい人やった。せっかくブドウ農園に来たわけですから、また井戸の底になんとか謹慎生活を送っているイケメンの様子を見に行ってもいいかもしれませんけどね。まずはちょっとゲート開けてもらいまして、農園も隅から隅まで探すと宝箱が隠されてたりしますからね。その辺あんまり調べていないんで、ちょっとせっかくだし農園を歩き回ってみましょうか。こういうところに宝箱が引っかかってますからね。なんでこんなところに宝箱を置いているんだよ。出し入れとかすごいめんどくさいと思うんだけど。またこの上も宝ありましたよね。この中はちょっとギルが入ってただけやった。やっぱり一回回収した宝箱の中身は時間を置いてもしょぼいものしか入らなくなっちゃいますかね。ブドウ狩りまだ頑張ってるんですね。ジャンプ力がすごい。よいしょ。こっちもそこそこお金が入ってるか。隅から隅まで探し回ればまた結構お金も貯められそうなんですけど、他に宝箱ないかな。ここにも宝箱がありますね。見つけたのはいいんですけど、まさかのブドウ農園にも魔物が出るっていうね。これまでは平和だったところにももう当たり前のように魔物が出てきてしまっているんで、いやちょっとここから帰る前に魔物片付けよう。ここで出てくるのは神戸かぶりとブラッディーボーンですかね。ブラッディーボーンを合体させてレギオンにしましょうか。合体させた方が多分いい素材落としてくれますからね。ブラティボン死なせるわけにいかん。行っといで。はい、いらっしゃい。レギオンね。なんかいいの落としてくれるといいんですけど。おっと。横には吹っ飛ばせないか。他の魔物をぶつけないと、ちゃんとダメージ与えられんけど。ゴブリンヒーラーが落とし。回復はさせんよ。アンデッドで回復しますからね。ゴブリンヒーラーの魔法って。よいしょ。倒せたかな。素材落ちた。釣り革。釣り革結構手元にいっぱいあるんだけどな。よいしょ。神戸かぶりを食らえ。あとはなんか武器になりそうなもんあるかな。ワインダルぐらいしかないけど。見つけたところで大してダメージ入ってないしな。木の桶。桶？なんてことはなかった。虹色ブドウジュースとか、ぶつけたところで、全然。効かないでしょうからね。ひるませてから飛びかかるってすれば、まあ、そこそこのダメージに上がりますかね。飛びかかって殴る、まあ、これの繰り返しで地道に削っていくのがいいですかね。レールパンチ、ごめん。これで倒せましたかね。ねえ、やっと終わった。これは生遺物、珍しいもんゲットできたんで、これでブドウ農園も閉店できたか。本当なんというか、どこで魔物が出てきてもおかしくないですよね。こんなに平和な雰囲気なのに。まあいいや、じゃあ用事も済んだし、井戸の底にいたイケメンに会いてあげましょうか。井戸の底で芋ばっかり食っていたら、今度はなんかたらい落とされるようになったイケメンがまだいるんだね。やっぱり謹慎中とは言うけど全然反省してないんじゃないかこいつは。でちょっと引っ張ってみましょうか。親方空から女の子が、あ、結構かわいい。
おてんばな娘さん、なかなか可愛い。あ、手振ってる。何いい雰囲気になってるんだよお前は。謹慎中だろうがよ。おてんばちゃんもなんか、うん、仕事サボったり大失敗したりして井戸の底に放り込まれたんですかね、うん、ここから二人で、うん、仲良くやってってくれ。先が気になりますけどね。まあ、うん、若い二人に任せましょう。よいしょ。あれ、またこれ UMA 通信が刊行されている。号外。十何号とかじゃなく号外なんです。ブドウ農園に魔物出現、世界的な異変の予兆か。まあうん、びっくりでしょうね。ブラッディボーン、ゴブリンハンター、ゴブリンヒーラー、神戸かぶり。確かにまあ戦ってきましたけれども。専門家の間では世界的な異変の予兆ではないかと騒がれている。うん、ジュグランとかいろいろ悪さしてますからね。その影響がこういう形で出てきているということなんですかね。アミダテリオもなんかクリスタルの利がどうたらこうたらとか言ってましたし。いつまでもブラブラしてんじゃないわよ。いい加減にしようね。もう十分遊んだでしょ。怒られた。王女様からのご褒美をもらいに行こうよって言ってるけど。まだやり残したこといっぱいあるんだよ、俺は。勲章とかまだ全部回収できてないですからね。坂道でお世話になりました。助けてあげたお礼がまたどんどん送られてきてるか。チョコボの卵を見つけたらっていうのは、前手伝ってあげた話ですしね。他にこうなんか変わった話じゃないか。脱獄囚逮捕にご協力感謝します。あ、そっか、前手伝って。犬かわいいなって思ってたら魔物がまた出てきましたね。レト高原、ここは前はボムとかが出てきてたわけなんですけど、今度は新種の魔物としてまた、うん、ゴブリン侍とかが出てきているんですね。侍多いな本当。結構倒すのに時間がかかるんで、あんまり相手はねしたくないんですけど、ちょっと侍をまずはいっぺん投げて酒を飲ませる。酒飲んでこうあの刀を抜いた状態になると突っ込んでくるわけなんですけどね。もう一回ちょっと刀抜いて突っ込んできてくんないかな。いや、かかってきな。周りに他のゴブリンがいるときにゴブリンにねちょっと突進攻撃っていうのをさせてみたいんですけど、なかなかうまくいかんな。近くにまあこういうゴブリンウォーリアがいるわけですから、逆境駒回し、あのなんていうか突進攻撃に他のゴブリンがぶつかるとね、あえてくるくる回って逆境駒回しができるんですね。っていう勲章を取りたかったので、あとはもう普通に倒してしまうか。ボムを自爆に巻き込んでしまえば大体のゴブリンはもう簡単に吹き飛ばせますね。なんか素材とか拾えるかな。レザークラフトか。今となってはそんなに使いませんけども。あとはそうだな、ゴブリンハンターがここにいるから、ちょっとなんか燃やせるものとかあるかな。なんか火のついたものとかがあればいいんですけど、この辺にはないか。ボムの爆発当てるとさすがにやられちゃうからな。おっと、爆発に巻き込まれてしまった。これじゃ元も子もない。侍はもう普通に倒してしまいましょうかね。魔物同士ぶつけるとか、あとは岩もあるんで、そいつを使えば侍は倒せるはずなんですけど。よいしょ。他にぶつけられるのは木箱とかがあるか。木箱あんまりでもダメージないね。他に投げられそうなのって言ったら小屋し、小屋し、これは精神的なダメージはでかそう。本当にちょっとしかダメージが入らない。まあそりゃそうだわ。てやっと倒せましたがね。ゴブリン侍もなんか珍しい素材、技物とか落としてくれると嬉しいんですけどね。さっきも落としてくれんやったか。このボムはこれで倒せましたかね。まだこっち側にも魔物いっぱいいるか。全滅までこれどれぐらいかかるかな。よいしょ。
侍をどうやって早く始末するかですね。やっぱりゴブリンヒーラーまでいると火薬も詰まった樽砲、とりあえずちょっと投げまくってダメージをどんどん与えていきたい。ゴブリンヒーラーも回復しますからね、早めに処理しないとめんどくさいことになりそうだ、ね、あとはボムをうまいこと爆発させて、その爆発にゴブリン侍を巻き込んでやれればすぐに肩がつきそうなんですけどね。なかなか巻き込まれてくれんか、手間取っていたらこれ衝撃ストリームが閉じてしまいますかね。逆境コマ回しとか狙っていたせいで時間足りなくなっちゃったか。うーん、しょうがない、まだこの裏パターンは平定していないですからね。またちょっとワンコと遊んだりして時間潰して正気ストリームが出てくるまで待ちますかね。さてまた正気ストリームが出てきましたけど、裏パターンになってますかね。ゴブリン侍がいるってことはやっぱり裏パターンか。じゃあちょっと急いでボムとかを片付けないといけませんね。まず回復させるゴブリンヒーラーを早めに片付けないといけないのと、しぶといゴブリン侍を早めに処理しないといけないっていう、何気にあの平定の難易度が高いですからね。ここ侍は侍同士ぶつけるっていうのもありかもしれんな。あとはボムの爆発にうまく巻き込めるかどうか。ボムをゴブリン侍の間に投げつけてやりたい。吹っ飛んだ、吹っ飛んだけどレーダー見た感じまだ倒せてないな。本当耐えづらいやつやな。侍をなるべくちょっと正気ストリームの方まで誘導しましょうか。その上でまあ正気ストリームに投げ込んでやれば時間かけずに倒せそうですからね。商品の中に帰れ。こいつも強制送還。あと残ってる敵が川の方にもいるんだったっけ。一辺降りまして、こいつもよいしょ、攻撃しとけば勝手に追っかけてきてくれるかな。あっち側に投げてちょっとまとめて他の魔物と一緒に倒すのがいいか。よいしょ、ボムをやっつけないとね。ゴブリンハンターは今ので倒せたかな。よし、吹っ飛ばした、吹っ飛ばしたけどまだ生きてるか。体に火がついている、熱そう。ゴブリン侍すごい集まってきてない。よいしょ、まあ正気の近くに来てくれてますからね。一匹ずつ投げ入れてやればすぐに終わるとは思いますけど、どうかな。よいしょ、次はこいつも、あれ、あとはこいつもこっち側に引き寄せて投げる。ゴブリンウォーリアーは体力低いからすぐやられますよね。で残ってるのがあっち側のやつらか。よいしょ、ボムがいるのかな。焚き火がある。あっちにいるのは普通のゴブリン？ゴブリンウォーリアか。ゴブリンハンターがいたらちょっと試したいことがあるんですけどね。よいしょ、崖に落とされたボムが吹っ飛ばして、ね、あ、戦闘エリアの外にまで飛ばされちゃいましたね。これ戻ってきたぞあとはこいつを倒せば全滅か。倒した。でレト高原の魔物はもういなくなりましたかね。えらい手こずらせおって、これで閉廷、裏レト高原もついて閉廷できましたね。思いのほか時間食ったな。ここも広いしな、打たれ強いゴブリン侍がいっぱいいたせいでかなり苦戦してしまった。まあいいや、体力も本当初期状態と比べるとすごい伸びてるよな。
それはさておいて、あ、郵便屋さん。わしは大手へ向かう。シドさんか。リザレクションを完成させようとしていることはわしはやっぱり反対者。まあリルティ族全体の問題でもありますからね。シドさんもクワイスと一緒に王都の方まで行ったってことなんですかね。でもアリーナ、もうちょっとブラブラしてから王都の方に行かしてもらうぞ。チョコボレース開催。王都に行きたいんですけどね。王都っていうか王都の駅ですか。なんでまたあのチョコボサーキットを通っていかないといけないわけですけど、UMA 通信がまた出てる。最新号まだまだ出てますね。結構読者が多いのか。ん？ UMA 通信らしき手記。17号って今回は手書きです。手書き。編集部は訳ありな状況なのだ。謎の遺跡を発見したいとスクープ盛りだくさんで今回も UMA 通信スタートだ。気合が入っている。終戦記念碑の地下に遺跡が、まあ、広がってましたね。リザレクションをしようとしていた。通信の記者は王国治安局から逃亡中で、いろいろなんというか秘密を、おじくり返そうとしていたから目をつけられてしまったんですかね。遺跡の秘密とか、まあ、王国からしたらあんまり触れてほしくないのかもしれませんけど、自然洞窟の窪地ではゴブリン一族と遭遇した。まあ、断崖の洞窟のゴブリン一味の話ですかね。あとはまあデモンズウォールに襲われたりとか、編集部の人も結構怖い目にあってたらしい。まあでもこれで捕まっちゃったんですかね。そんなわけでこの手記を持って UMA 通信は配信終了。誰かに届くといいな、この手記。最後の記事だし。無理かな。まあいいや、どうせ道楽だし。やっぱ兄さん見習って真面目に働こうかな。とは書いてありますけども。違反切符がおまけについていた。ガーディ通信社ってありますけどね。兄さん。兄さんの名前はやっぱりハーディなんやろうか。初めての違反切符っていう勲章までもらってしまった。まあ何気にレアな素材ですからね。おまけとしてついては来ていましたけど、役に立つ時が来るかもしれん。とりあえず王都草原駅まで移動したいので、ちょっとチョコボサーキットとか桜の関所通ることになるわけですけど、ここであの以前取りそびれた勲章っていうのがねありますので、駅向かう前にまたここで魔物が出てくるまでちょっと待ってみようかと思います。魔物出てきましたね。チョコボサーキットのこの裏パターンにちょっと用事がありまして、前はこの魔物たちを合体させてロストエンペラーにさしたわけですけどね。金ピカのこのリッチ、まずちょっといじります。周りの魔物ちょっと邪魔だな。先に倒してもいいんですけど、リッチの頭の王冠を外しまして、ワンコが邪魔してくる。王冠弾き飛ばすとね、リッチ正気ストリームから新しい王冠を取り出すわけですけど、先にこの王冠を弾き飛ばして、すぐさまリッチを遠くに弾き飛ばしてやると面白いものが見れるんですけど、うまくいくかな。あ、やって正気ストリームから新しい王冠を補充するんですね。キラハウンドとかも先に倒してしまいましょうか。邪魔されると本当に鬱陶しすぎるので、キラーハウンドを片付けたい。リッチ合体しなくてもすごい怖い技使ってきますからね。あんまり時間かけたくないんですけど、もうちょっと消費ストリームから離れたところまで誘導しておきたい。あう、この攻撃だけでライフがもう10個近く持ってかれてんのか。あ、そうだ、今レイルの幸運が4段階なんですけど、ちょっとイヤリングを付け替えて、ミスリルイヤーカフですかね、これに付け替えて幸運ね、最大の状態まで引き上げておきます。幸運が最大の状態じゃないと手に入らないような素材っていうのも一部ありますからね。よし、ちょっとリッチの王冠を外しまして、ダメだ、させねえぞ。もう一回リッチを放り投げたい。こうすることで俺様の頭を返してっていう勲章ができるんですね。よし、じゃあ欲しい勲章取れたんで、あとはまたちょっと
リッチと合体させてロストエンペラー呼び出しましょうか。合体してくれるかな。あ、頭が戻らないと合体ができんか。よし、よいしょ。リッチ、カモン。ブラッディボーンと合体してバイク形態になりますけど、こいつを変形させたい。もう一回変形させれば樹木形態になりますよね、確か。今フラフラしてるから変形できんか。これでいいかな。樹木形態、樹木形態にしたらもうひたすら揺さぶって、体にくっついてる木の実ですかね、顔のついてる紫色の木の実を全部落とさせないといけないんですけど、よいしょ。ぼーっとしてるとまた新しい木の実が生えてきて倒せませんからね。全部の木の実がなくなれば自爆するわけですけど、素材落ちなかったな、しょうがない。この裏パターンは一回閉廷してるから素材が手に入るわけですけど、何拾えるかな。時軸の実、不老不死の実じゃないか。初めての時軸の実ですね。どこよの国の不老不死の実、古事記にもそう書いてある。マーマレードにしていただくまあ要はみかんですからね。時軸の実、レアな素材をゲットできた。樹木形態のロストエンペラーからはね、他にすごくレアな素材っていうのも取れるんですけど、今はとりあえずこれだけもらっておきましょうか。じゃあまあレーシング場抜けて次は桜の石章ですかね。初期ストリーム発生しましたね。桜の石章、普通のプリンがいるっていうことはこれは表パターンか。まあいいや、プリンが2体いるんですかね。ちょっとこっちのプリンをまずはひたすら引っ張って、よいしょ。できるだけあのプリンを吐き出させたいんですよね。いっぱいプリンがまあ出てきたわけなんですけど、もう1体のプリンがね、その子プリンを吸収してくれれば、ね、残ったプリンがさらに大きくなっていくはずなんですが、どうかな。あ、君おいで。ジャンボプリンが出来上がりましたね。最大のサイズまでジャンボプリンっていう、なんていうか大きいプリンが出来上がるともらえる勲章らしいので、ね、この勲章ちょっと取っておきたかったので、あとはじゃあもう普通に倒してしまいますか。敵自体はジャンボになったとはいえ柔らかいですからね。楽勝楽勝。はい、これで出て、桜の石章表パターンは敵も弱いですからね。ヨーヨー、やっぱその程度か。そこまでレアな素材っていうのは拾えないし、レオ、桜の石章でなんかよく合う気がするな、レオ。でちょっと小銭だけ恵んでもらう。見つけたアルテミションと見つめ合っていたらまた正気ストリームが発生して、今度は裏パターンですね。裏パターン、フランがいますけれども、フラン関連でまだちょっとあの試していない、なんていうかアクションっていうのがねありましたので、まずはちょっとこれを試してみたい。どれだったかな、ここかな。ナンバー318、殻に守られている魔物、まあ、フランがいます。待って、世間の風にさらし上げましょう。箱入り娘って柄じゃないでしょうけど、っていうことで、前フランと戦った時は、ね、頭のパラソルをへし折って、プッチンフランしてやったわけなんですけど、殻を割ってやれば、また別の勲章がもらえるらしいので、ちょっとそれを試してみましょうか。ちょうどいい具合にここ、あの、破片がね、ありますので、これをいっぱいぶつけてやれば、ね、殻が割れるんでしょうけど、硬いですね。全然あの、殻にダメージが入ってない。ガスボンベとかぶつけてやってもそこまで削れてないみたいなんですよね。よいしょ。コロコロ虫とかが多すぎる。よいしょ。まだ壊れませんかね。破片をできるだけぶつけて、ね、世間の風にさらしてやりたいんですが、
コプリンプリンセスが鬱陶しすぎる。ちょっと邪魔にならん位置から瓦礫をぶつけてやらないとダメか。ああもうちょっとで割れるかな。砕いたらよ。まだ壊れない。ガスボンベならどうよ。箱入り解禁。こうやって殻を割ることで手に入る勲章っていうのもあるわけなんですね。そんじゃまやっつけますか。プリンプリンセス、今のレイルなら幸運が結構高いのでレアな素材もね運がいいと手に入るかもしれませんし、もう一回ちょっと倒させてもらうぞ。でも倒した感じこれ何の素材も落としてないっぽいな。しょうがない、あとはもうちょっと残ったコプリンプリンセスとかを倒して閉廷した時の素材だけでももらって帰りましょうかね。こいつで最後か。倒せましたかね。裏パターンの閉廷した時の素材は何がもらえるんやったかな。レアめなものやと嬉しいんやけど、カプセルトイ、ガチャのおもちゃもらってもな。まあ、とりあえず勲章は取れたんで、よしとしましょうかね。とりあえずじゃあ、オート草原駅に行きますか。本当だったら、アルテアに会いに行くべきなんでしょうけどね。まだまだ寄り道したりないので、ここからまた離れさせてもらうぞ。列車に乗って次はそうだな。コスタファギータに行きましょうか。海ですね。